久保さん。今回久保さんの動画のコメントをちょっと使わせていただきましょうか。お金に興味はないと、はい。お金に興味はないというテーマでいきましょうか。まあ人それぞれ興味ある、ない、いずれにせよ何でもいいと思います。人それぞれね、趣味も違うし、好きなものも違うし。僕が言いたいのは、お金に興味がなくてもお金は必要であると。その,いったその一点につきますね。死んでも、 葬式代、墓代、えー、病気にかかったら、手術代、薬代、えー、保険代、車検代、えー、スマホの携帯代、家賃、違反切符ね。なんかね、最近違反切符が、振り込みが対応するらしいですね。電子マネーも対応するとかね。なんか、見たんですけど。 ま、とりあえず、お金に興味がない人もいるかもしれないですけど、お金に興味がなくても、お金は使っている、必要であると。コンビニ行ってお金がなかったら、いや、僕、あの、これ買いたいんですけど、お金に興味ないんで払わなくていいっすかみたいな。お金にそもそも興味ないんで、これ別に、あの、もらっていいでしょうみたいな。通ります通らないですよね。うん。なんか僕も、お金に興味あるというよりかは、なんか必要経費なんですよね。 っていう、だから、お金に、まあ、もちろんお金が好きっていう人もいるんですけど、お金でご飯食えますっていう人も僕見てきたんで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、僕の場合は考え方としては、お金に興味はそこまでないんですよ。ただ、必要であるという認識ですよね。どこに認識を持ってきてるのかと。お金に興味はなくても、お金は必要であるという認識があるので、じゃあその認識から、じゃあお金は必要である。じゃあどうやって稼いでいかなければいけないのか。 今後の将来どうやってその貯蓄していかないといけないのかお金を増やしていかないといけないのかっていうところに、えー、そのお金は必要であるという意識からそこからの派生のもと,、ねとのえー、じゃあどういう稼ぎ方があるのかそこに興味を持ってでそしてそれを遂行していくとことですねだから認識意識お金は必要であるという意識認識からのもと派生してじゃあどういう稼ぎ方があるのか っていうことに興味を持って、じゃあその自己実現できるため、必要経費、例えば年金2000万問題、もうクソ言われてますけども、じゃあ将来何千万ぐらいあると自分は、えー、老後、70から、まあ今後ね、100年時代って言われたりとかしてるわけですよ。平均寿命は80年ですけども、そう、これね、久保さん、びっくりしたんですけど、まあ、ごまじおじゃがしくで言ったかな、うちの母ちゃんの母ちゃん、まあおばあちゃんですね、生きてるんです。 僕死んだと思ってたんですけど、生きてて、今99歳で今年100歳なのかなマジでみたいな。100歳みたいな。大台だねみたいな。この前実家帰った時にね、そう聞いて、え、100歳もうちょっとでみたいな。多分行くでしょうね。今年。まあ、なんかなかったら多分く100歳行くんじゃないですか大台。100っていう。だから本当に100年、なんですよ。 まあ本当に今後その本当にテクノロジーが進化していくのであの薬もすごく発達されるし手術も発達するし昔治せない病気も治せるようになったっていうことはこれ治せるようになったリスクがあるんですよね治せるようになったっていうことはその分生きないといけないわけですよね <laughs> じゃあ生きるっつったら金が必要になるわけじゃないですかだから実はあのどん,どんどんどん時代が実は進めば進むほどお金が必要になってくると 多分こ、この世の中でお金がなくなるってことは僕はないと思うんですね。てか、お金がなくなったら、物と物と交換昔のようになるって言ったら、これ大変なんで、うん、多分なります。お金が全く貨幣通貨がなくなって、通貨がなくなって、なんだ、物と物々交換だけの世界になると考えられますか僕たちが生きてる間に。少なくとも僕は申し訳ないですが考えられないです。まあ、 あの、世の中どうなるかわからないですから、いや、お金はなくなる、なくなりますよという人もいるかもしれないですけど、僕はなくならないと思います。うん。だからなんだろうな、前もその、お金がなくても幸せですっていう人、僕の、あのね、あの、お客さんにいたんですけど、果たして本当にそうなのかなっていう。お金が必要な世界に生きていて、お金がなくても幸せって無理じゃない。っていか、そもそも無理じゃないっていう。 だったら、だったらでしょお金がない。そう、なんか、なんかで動画で見たんですけど、その、冷蔵庫がない島、島あるんですよ。で、そこでもう本当に、今日、今日魚を取って今日食べる。だから冷蔵庫必要ないんだよ、みたいな。そういう島にね、移住した日本人の人が YouTube なんか出てって、なんかインタビューを受けてたんですけど、そこに行けばいいじゃないですか。 うん、僕はす,すいません、そこにで済もうとも思わないので、人それぞれそれがいいっていう人はそれ、だそこはお金は全くあんま関係ないですよね。だって自給自足ですから、ほ,ほぼ、うん。なんか携帯も必要ないですよね。携帯もないからあんまわかんないですけど、何もないと。ただあるのは山と海と自然みたいな。<laughs> うん、だそこに僕はさすがに住めないので、 だからそういう生き方するんだったらお金は必要なくなるかもしれないですよ。そう電気もないですからね、そこの島は。うんもう夕,夕方になったらそのまま寝るっていうね。月の光、星の光で夜みたいなね。うん。だから少なくてもこのお金が流通している世の中で生きていくためには必要なので、なんか、 多分ね、おそらくですよ。わかんないですけど、お金に興味がないって言った方がかっこいいんじゃないかなっていう概念があるかもしれないですよね。いや、お金に興味ないですよ、みたいな。いや、お金なんて、まあ、そ,そんな、お金儲けとかそういうのじゃなくて興味ないんです、みたいに言った方がかっこいいっていうね。なんかそういう文化というかね、特に日本はそういう文化が僕はあるんじゃないかなと。お金に興味あります、あります。 お金の猛者かって指さされるので、お金に興味ないって言った方が、だよね、と。なんか、金金言ってるやつ、なんか、悪いことしてんじゃないかとか、なんか多分そういう文化が日本にあるので、うん、そういうふうに言った方が、まあまあ、生きやすいって感じですかね。うん。僕はもう必要だよってう、いや、お金必要でしょと。言い続けますけど、ね、事実なんで。もう嘘を言ってるつもりはないです。うん。 お金に興味がなくてもじゃあコンビニでどうするんですかっていう <laughs> パクるんですか盗むんですか窃盗するんですかっていう <laughs> ジュースどうやって買うんですかと自動販売機ぶん殴ってねこじ開けてお金は百円玉払わずに飲むんですかっていう <laughs> そう、うん、だからまあお金に興味なくても会社には行ってるだろうしバイトには行ってるだろうしうん。 な、まあ、必要経費をしっかり稼ぐってことですね。そこに意識を向けた方が僕は、まあ、最善じゃないかなと僕は思いますけどね。うん。まあ、そんな感じでございます。いってらっしゃい。